はい、こちらの86かっこいいですね、これ MRC さんと鉄人さんのコラボのボディみたいなんですけど、ちっちゃい86、まあ、リアルスケールの、86ですねに合わせて LP86 ちょっといろいろやってます。ホイールベースの方なんですけど 210mm シティとか、ミニとかポルシェとかがあるみたいですね。そして 225mm、 こちらロードスター、CRX ランチャーデルタとかあるみたいですね。そしてこちら239、こちらが86のリアルスケール、まあ、2400なんで 240mm ぐらいなんで、この辺で、合わせる感じになると思います。そしてトレッドなんですけど、こちらリアのデフのところのですね、形状が第2ロッドから、実は変わってまして、初回ロッドはこういう形ですね、申し訳ないですけど間に合わなかったんで、初回ロッドの方はちょっとプラパーツだけ購入いただく感じになると思います。まあできればですね、どちらも面白いんですよ、ノーマル標準のオイルベースの方も面白いし、短くしても面白いので、もう一台良ければ、ここにいただいてそちらを M 仕様していただけると、嬉しいなと思います、ご了承ください、こんな感じでですね、だいぶコイルベース、あとトレッド違ってきますんで、動きだったりとか、まあ、重量はそんなに変わらないのかな、メカの方が重いんでですね、その辺で、まあ、走る感じだったりとか、まあ、見た目も当然ちょっとリアルな感じのスケール感になってくるので、まあ、十分楽しんで元は取れるんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いします。こんな感じで、だいたい図面とかできてるんですけど、実際走らせて面白くないと、自分的には作っても意味ないなと思うので、今その辺の走らせた感触が楽しいかどうかっていうところをいろいろ試行錯誤して煮詰めていってるところなんで、もうちょっとお時間いただくような感じでなると思います。 LP86 はリアがボールデフなので、トレッドを縮めるとしてもこの部品をどんなに縮めても限界があるんですよね。なのでタミヤさんの M06よりはちょっとトレッド広くなってしまうのかなと思うので、まあ、うちはドリフト屋さんなので、まあ、ドリフトのイメージ、まあ、まずは86のリアルスケールですね、まあ、先ほどの写真の、鉄人さんと MRC さんのコラボのも出ましたし、アディクションさんも作ってると言ってましたんで、まあ、その辺に合わせていこうかなと思ってます。実はですね、ちょっと前にあのラジコン天国熊本線さんで、走ってるシーンを上げたんですけど、まあ、このイエローの蛍光の86のボディですね、これアディクションさんの、リアルグレードの、 あの幅が広いやつですね。実はこれに合わせていろいろやってたんで、まあ、それで出せたらもう 出てるんですけど、まあ、せっかく、このオーバーフェンダーじゃないタイプですね、これが170、幅が170なので、まあ、リアルでいくと、まあ、爪折りしてちょっと出したぐらいの感じの幅になるんですけど、まあ、それに合わせていこうかなと。で、ホイールもスケールダイナミクスさんのオフセット9とかだとちょっと出すぎて、まあ、これ出すぎるんですよね。なので、まあ、せっかくなのでオフセット6ぐらいのホイールで、170弱ぐらいのトレッドになるような感じの設定でいくと、まあ、ドリフトは見た目大事ですからね、その辺ちょっと、こだわって合わせていこうかな。まあ、おそらくアディクションさんの方も、167、ぐらいでいこうっていう話をちょっとされてたので、まあ、大体まあこれよりちょっと狭いか同じぐらいかっていう感じになってくるんじゃないかなと、思います。これはですね、オフセット6のホイールがついてますね、ハブをちょっと薄いのつけたりとかいろいろ試してる感じですね。みんな爪とちょっとカットしたんですかね。ああ、ちょっとラインよりは大きくカットしてる感じ。あ、のラインで今まだしてるんで。あ、これはもうボディのラインですか。そうですそうです。ああ、なるほど。とりあえずまだカットはしてない。だけど M 用のタイヤだといいわけですね。
外径がもうちょっとちっちゃくなるでしょ、うん、M2 このタイヤゴム入れてタイヤとまた結局外径は一緒なんで。なるほど、1ヶ月ずつぐらい入れてやるとオフセット6でちょうどいいのかなっていうぐらいですよね。フロントも一緒、フロントが多分 LPL 標準が 6.5 ぐらいかな、ハブの厚みがですね。で、これが 4? 今4です。ってことは5ミリずつぐらい狭い。ってことはその辺をアームの長さと。そうですね。いいですね。ウェアがですね。いやもうちょっとぼってりなんですよ、ね、そうですね、かなりそうですね。まあでも走ればどうですかね。まあ下絵をちょっと見てみて、でもやっぱフロントタイヤ当たらないですね。せっかくエアロなしなんでベタベタでいいですね。ホイールベースは今でまあこんな感じでああじゃないこうじゃない、やってます。かっこいいですね。86にしては、まあ、タイヤがすごい分厚い感じかなと思うんですけど、まあ、雰囲気、いい感じなんじゃないかな。タイヤのトレッドは短くしようと思ったホイールオフセットでですね、ゴミでもなるんですけれども、問題はフロントですね。まあ、サスピンすごい長いんですけど、これ動かないと足が動かなくなっちゃうというか、振動吸収できなくなっちゃうので、ちょっと長めに設定してるんですよね。で、これをまあ短いやつに変えるか、まあオフセット深いのだと当たらないんですけど、M サイズのタイヤホイールもまあつけれるように考えていきたいなと思ってまして、これなんかちょっと台形になってますよね。中は一緒ですけど、これを、ケースターのサージング結構出されてるんで、これが使えるようになるといいかな。でこれをつけるとこの、ステアリングのここ自体が当たってくるんですよ。なので、まあ、ちょっとその辺の調整とかはしないといけない。単純な構造なのでですね、いろいろやろうと思ったらできるんですけれども、過去好きな方はですね、自分でいろいろやっていただいて楽しんでいただいてもらえると思うんですけど、やっぱりいろんな方が、使っていただけるので、 なるべくですね、加工とかしないでもいろいろアイデアでできるように穴もちょっと調整幅とか持たせたりとか、やってますね。あとダンパーの取り付け、まあ、これもちょっと変えないと、届かないとかっていうのが出てきたりとか、まあ、いろいろ問題出ますね。まあ、いろんな方にいろいろ考えていただいて、まあ逆に案をいただいてですね、どんどん進化させていければなと思ってますんで、みんなで一緒に楽しんでいきましょう。だいぶちっちゃいですね。ちっちゃいですね。タイヤがでっかいですね。これはですね、もう走っていろいろテストしてるやつなんですけど、まあ、ドリフトなんで、まあ、当然切れ角必要なので、
まあ、ただ計画もあればいいってわけじゃないので難しいところですよね。まあ、その辺も試行錯誤やってます。こちらは先日発売したトランスフォームキットのテストを一緒にやってます。オプションパーツもですね、使えるようにやっていかないといけないので、いろいろ考えてテストしてやってます。ちっちゃくて可愛いですよね。まあ、実際今のところ、まあ、このまだ一つしかボディ出てないのでリアルサイズはですね、スケールはですね、なので、あとまあアディクションさんの方がレビンのハッチバックとクーペ、作られてるっていうことで、あとトレノのクーペも欲しいなってなっちゃいますよね。ファーストロットの方だけはここのプラパーツをちょっと買ってもらわないといけなくなりますよね。一体になっちゃってるんで、そのくらいかな。大きい86とちっちゃい86が出てし、あの一緒に走る絵ができてしまいそうで怖いです。本当あの可能性、たくさんあると思うので、私一人でできることは限られているので、皆様ご協力の方よろしくお願いします。